ナノちゃんおはよう。おはようなの。これ年のおんま誰やねん、わしの部屋にあのあれしたのこれ。見つけたらマジ金取るからな、おんま。ジョバやん絶対。出た。ジョバがやるわけないやん。どうせ今のジョバの足を見ました。ジョバ見てる。ジョバじゃん。これなんか知らん。知ってる。知らないですね。ジョバじゃん。知ってるか知らないか。知ってますね。誰がやってんの。金来た。ごめんなさい。1000万だな。これ誰やったの？来なさい。手挙げて。どういう意味合いこれ？さ意味よ。可愛いから。されて欲しくて。うん、癒されて欲しくて。可愛いかなって。可愛いかなって、うん。ギャンのボスの部屋のデスクの椅子の上に赤ちゃんあやすやつこれあったらこれどう見える？これじゃあ、こんなこれどう？これ。可愛い可愛い。はずぜ。ちょうどウィーところに集まった。お前たちに話があるんご。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 よくんご。実はな、モズに入りたいと言ってるやつらが3人おったの。おお !3 人ものすごい。いいですね。3人。まあ2人はなんとなく分かっとるんやない？いや、分かっとるやつもいるんやない？ 1 人は、はいはい、あの岐阜白川ってやつよね。はい。ほう。うん、岐阜。で、もう一人はレキウィステリアっていう、ね、レキミステリア、うん、ミステリアレキウィステリアね。うん、レキウィステリア、うん、いらない。レキウィステリアいらないか。レキウィステリア、お前は竹森、うん、レキウィステリア。で、もう一人がこれまた意外のイエズキニート。おお、ニエニエズキニート。まさに入ったね。イエズキ。うん、ニエじゃない、イエズキ。ニエ。面白いですね、ボス。おめえだろ。で、はい。そのイエズキニートに関しては非常に前向きに考えてる。おお。この理由としては手土産をまず持ってきた。え？はいはいはい。ロケットランチャー10発持ってきた。おお。3億。うん。で、全部一人でやったそう。はあ。素材集めから生成まで。まあ単純に10日じゃ済まないよな。そうですね。うん。だ、そういう意味で、まあニートっていうのはもともといろいろあって、まあキミトスもわかると思うけど。いろいろありましたね。うん、まあ、なかなかこう手を焼くような子だったと思うんだよ。ただそれがそういう風に自分で半グレを続けて、でどっかのギャングに拾ってもらうために試行錯誤してやっとったらしいんだわ。でなんかそのデベステのレースを一回やったんだよ。はいはい。で、ギャングに入って使える車は何かって他のギャンの人に聞いたらデベステ強いんじゃないのっていうふうに言われたから、デベステを購入したんだということで、まあデベステレースやるからお前来るかって言ったら一回やったんだけど、ノンカスタムだったんだ。はいはい。で、そのデベステもフルカスタムにして、次はモズのメンバーとしてデベステのレースに出たいですっていう感じで、まあデベステのフルカスタムもして、なおかつロケットランチャーを10発用意して、つつもな。すごいですね。うん、6億なんてこと？っていう状態やな。うん、うん、で、まあ群れる、あんまりね特別群れることもなく、まあ一人でコツコツやっとったらしい。
いやニートは一番最初にこの町で来た時にまあいろいろわしもあってまあ殴り合いのやり方教えてやったりとかいろいろあったんだけど、まあされどいろんなねギャングにつねなんかいろんな引っ掛けて迷惑かけたりとかしていろんなこう目をつけられてる部分もあったと思う。まあそんな中でこうギャングを目指してなのか何なのか分からんけどずっと頑張って一人で孤独に耐えてやってたみたいだ。で一応研修という形で入れようと思ってる。了解です。君とお前どう思う？まあ何もなくそのうちに近づいてきてたんならまたなんて言うんでしょうね、まあ、似たようなこととか起こりうるのかなってちょっと頭よぎったんですけど、まあその当時の問題だった額よりも大きいものをしっかり用意してきてるあたり自分としては何でしょうね、まあもう一度そのニートと向き合うのはいいかなと思います。うん、そうな。で、あとそのレキビステリアっていうのと話したんだけど、はい、なんかどうもつかみどころがない子でね、この子はちょっと検討。でアヌギフシラカワっていうの、これは竹、ジョバ、イチロ、そしてまあイチカも知っとるんだろう。イチカも知っててパッとも話してもらってます。うん、でまあもろともと仲がいいらしいんだけどね、うん、はいはいはい。まあ各々のまあ多少の推薦もあったんだが、これが面白い話が耳に入ったな。面白い話。まあもともとアンブレラの研修に行っとったらしいんだけど、はい、聞きました。うん、まあ落ちたんだと、うん、その前にな、うん、グッバイにも入ろうとしとったらしい。それ知らない、ね、それは知らなかったですね。うん、でその理由としてはグッバイ楽そうだからっていうふうに言われたってマクドナルドは言ってた。昔のイチローのようだなと思ったわ。なるほど。どう思うイチロー？確かに。確かにじゃねえんだよ。確かに。そのどう思うって聞いてお前それ確かにじゃねえんだよ。わしは聞いてんのはそれじゃねえんだよ。まあ、あの正直僕そのグッバイの話もは初めて聞いたんですけど、うん、まあそのアンブレラに研修行ったとかいう話とかも聞いてたんですけど、その直後ぐらいに話した時と今とではちょっと印象は違うかなと思う。というと、そのもともと一回白に戻るっていうことを相談されたことがあって、うん、でそのアンブレラの研修の後ですね、時系列でいうと、うん、でその時にまああの城に戻るのもいいんじゃないって言って、僕もまあ1ヶ月半ほど城市民として生活をしてた経緯もあったので、うん、まあその時に城市民の戻ってこう一からやり直すのも悪くないと思うよっていう話をしたんですけど、まあもしまだまだ黒でやりたいんだったらまあいつでも連絡くれって言って、あのまあ花でもできてくれたらいつでも買うよっていう話をしたら、1週間後ぐらいに連絡がかかってきて、3乱歩分僕に花を持ってきたんで、1人飽きてるってもう、まあ、黒になる覚悟を決めてこれからやっていきますってことで、飽きてるやんお前、酒盛り飽きてんのか、言葉は発揮してましたけど、いやまあ今いろいろちょっと今試してて、心の声が聞こえてるのかボスには、聞きながら、いや聞こえていない、まあ僕としては今昔とではちょっと違うのかなという印象ではありますけど、うん、心の声が聞こえてるのか、どう伝わってる、いや聞こえていないなこれは、危ない、また見透かされるところだった。なるほどな、はい、とりあえずジョバーナはそれ聞いてどう思うの？パンダーマー、いやものすごいショックですよ。俺は結構相談乗ったりしてたんで、うん、グッバイよ。でもかばうわけじゃないですけど、彼はそういう節ありますね。いわゆる相手にそれを言われたら、ん？
なんかよくねえんじゃねえかって発言をちょっとしちゃうっていう。でもそれは舐めてるとか、ラーメン、つけ麺、軽く見てるっていうわけではないんですけど、アンダーマン、グッバイの件とか伝えてほしかったですね、話した時に、うん、アンブレラの前に1個あったんだよねぐらい言ってくるから、聞こえてないこれは。そこもボスに正直に話して、すいません、殺そうかギャングのことちょっとアンパク見てるしがありましたって一言ボスに言えば、うん、よかったらいいねと思うんですけど、ちょっと残念ですね。そこ自分からそのグッバイの話を出さなかったのもすごい印象としてはすごく悪いんだよ。はい、そうですね、うん、まあそうですね、そこですね、はい、うん、だからアヌギフってのはちょっとどうなんやろうなっていうふうには思い始めてるわ、正直そういう面で。あ、そうですね、モズじゃなきゃいけない理由が、うん、ちょっと薄そうでは、なんか取ってつけたような感じに感じ始めてしまう。ここがダメ、あそこもダメで、じゃあダメにならないような、お、なんか方法として周りから攻めたっていう風に見えちゃう。そうですね、外枠から外堀から固めていったっていう風に見えちゃう。お前らと関わり合いを持ってるという意味もな。って思ってる。だからニートがその中ではやっぱ一番いいんだよ。でニートは忍耐強い部分もわしは見とるし、一応パテンの下につけようかなとは思ってるんだけど。なるほど。一旦ね、そのまあ武器の部分とかクラフトの部分ね、ああ、うん、なるほど、そっちの方でっていうふうには考えて。というわけで、おはようございます、事故来ました、おはよう、おはよう、まあというわけで、こうアヌギフっていうのとレキウィステリアっていうのはちょっと考え中っていう感じだな。なんかタケはい、なんかあのタケ言ってたやん、その腐らせとるのもったいないとかかわいそうやみたいな。はい、それも確かにそう。でもなんかそれって同情じゃん。同情でございます。うん、果たしてそれがいいのか悪いのか。まあ隠してたんだったらいいんじゃないですか、言えなくて。うん、甘えが生まれる気がするんだよな、それもそれで。うん、信用できない人間じゃないですか。うん、まあ、ちょっと一旦それ も、まあ、でもグッバイが一番、アンブレの次グッバイですよね。うん、グッバイの次がアンブレだよね。まあ、グッバイのことが自分の中で楽だから入りたいっていう理由ですよね。うん、楽だから入りたいの理由で、楽そうみたいなことや、楽そうな理由で入ろうとしたっていうことを、なんか楽だから入りたいっていうのをまず抹消してる、自分の中で、うん、グッバイに入る経緯ですら抹消してるっていうイメージですね。うん、でアンブレラ入って、あ、ちゃんとした理由に気づかされて、じゃあモズに入る、モズがいい、シナバさんのことを見てどう思ったのかが本当の気持ちであれば、ま、考える余地あると思いますけど、うん、また同じ気持ちでずっと来てるしか自分たちにはまだこの客観的に見て思えないんで、うん、何かしらの自分自身の変わる方法が必要ですよね。変わったことを示す態度がそれなりの必要だと思いますね。うん、その通りだ。よし、じゃあそういうことで。了解です。了解です。君とすだけ残って、あとは出てっていいよ。てめえこの野郎。え？ラーメンつけ麺なんだって？何笑ってんだよ。おい、タコ。おい、ラーメンつけ麺なんだって？いや、僕イケメン。ラーメンつけ麺バンダーマーってなんだ。な。な。なにそれ。いや、自分もわかんないですね。なんでわかんないの？自分で言った言葉なのに。自分で思った言葉なのに、なんでわかんないのって聞いてる今。真剣な話中だったんだよ。はい、真剣な話中だったのに、なんだお前、ラーメンつけ麺バンダーマー
うってこなんだ。めっちゃ寝てる。おい、なんだよ。なんだって聞いてんだよ。すいません。すいませんじゃねえだろ。聞こえてないものかと思い、私は心が読めるんだよ。そうでございました。ここでは、はい、そうですよね。そうだろう、はい、考えが甘かったです。え、考えが甘かったです。舐めるなよお前この野郎。どうして僕はボスを前にするとこんなにバカになっちゃうんですかね。なんでだろうな。悪い癖なんですよね。直せその癖な。はい、まああれだ、昨日の話の続きだな。ああ、はい、一応まあ一通りメンバー、主要メンバーには話は通した。あ、ありがとうございます。その座り方は一体何。え、わしのこのなんか デフォルトと言いますか、いつもこの座り方なんですよね。あ、そうなんだ。それ変だよ、はい、やめな。あ、へ、あ、もし、じゃあ立っときます。うん、立っとき、はい。まあ、君とはいろいろあったと思うがね。そうですね、本当にいろいろありましたね。まあ、次ははい、覚悟のフェーズだな。覚悟のフェーズ、はい、覚悟を決めて、はい、こっちの足に踏み入れるってことだ。はい、喜んで。で、一応お前は研修という形で、はい、うちで面倒を見ることにした。ありがとうございます。ありがとうございます。やったありがとうございます。軽いな、嬉しい、まあニートよ。はい、あの、いろいろあったし、はい、ね、お前のことをじゃあ完全に見極められているかというとそうではないわ。お前の変わった片鱗しか見てない。実際変わってるのかどうかもわからん。はい、ただ表面だけ、私の見える表面だけ見てもお前は変わったという印象はあるわ。うわー、嬉しいです。ありがとうございます。だからこれからもしその研修としてうちに入るということはね、はい、私がボスだ。もちろんです。で、その組織のメンバーはみんなお前からしたら、はい、まあ、上司みたいなもんだ。そうです。実際面識があって友達、仲のいいやつもいるかもしれん。だとしても仕事の時は仕事の時だ。はい、ギャングは遊びじゃない。はい、そうです。腹くくって覚悟を決めてっていうのを、その覚悟を見る。わかりました。他の人間との関係値もそうだし、他のギャングに対しての対応の仕方もそうだし、はい、より一層いろんなことが求められてくる。まあそういう意味でもわからんことは他のメンバーに聞けばいい。わかりました。お前たち全員入ってこい、こっち。何してんの？何してんだ？全然違う、全然違う。ちょっと待って、何してんの？何してんの？どういうこと？いや、何してんの？助けてください。何してんの？ここで。隠し見てたんですか？これ何してんの？盗み来たんですか？ダメだわ。いや、来いと言われたので来ました。あ、さ、あ、いなくなった。いなくなった。どこ、どこ、どこ、消された。反省しろ。本当だよ、反省しろ。今度、ローカンと刺されてるみたいになってます。まったくだ。ニートちょっと前に出なさい。はい、出ます。で、みんなの身勝手挨拶して。
研修生のイエスキニートです。この野郎でこれから迷惑かけること多いかもですが、よろしくお願いします。お願いします。よろしくな。危ない危ない危ないよ。殺そうとしてもう危ない危ない。殺そうとしてるやん。危ない危ない。え、置いてる？うん。え、もうえ？本当に助けてくれちゃってるよ。静かにしてろじゃ。あ、わかりました、すみません。お前はほんまに。ちゃんと挨拶してる最中だったのに、お前のせいで。あ、ごめん。ちゃんと挨拶できてねえじゃないか。ニート、悪いんだけど、もう一回挨拶してくれる？あ、もう一回、わかりました、うん。研修で入りました、イエズキニートです。そこへからお願いします。よろしく。はい、たくさんいろいろ教えてください。ああ。お願いします。お願いします。というわけで、今日からニートをうちで面倒見ることにした。まあ、いろいろと、てめえはほんまにわからねえ野郎だな、おい。すいません、やられました。違うだろ、竹森。ほんまに、これ。竹森、お前だ。な、俺なのか。お前だろ。俺か、どっちやられた、どっちだ。キミトス。また同じ目に遭いたいか。いえ。お前自覚が足りんようだな。なあ。自覚。お前はもう無理か。ねえ。ボス。うん。今のは。うん。僕は被害者です。じゃあなんで Y とか押すんだよ。あ。被害者じゃねえじゃねえか。ヘッドバットは自分の意思でしました。だからおめえじゃねえかよ。そうです。あ、もう頭きたわ。お前、頭きたわし。なあ。はい。前に出ろ。お前さ。はい。ねえ。お前、はい、いい加減にしろよ。何に笑ってんだ、お前。おい。すいません。お前ニート面倒見るよって言って、これからいろいろと教えたりとか準備したりとかしなきゃいけないことがあんじゃねえのか。はい。何お前ふざけてんだよ。ふざける気は全くありませんでした。じゃあなんでお前話してる裏でお前ヘッドバットしてんだよ。いや、それに関してはちょっと後で話させてください。お前が Y をしたからじゃねえのかよ。Y をしたのです。 Y をしたの俺。俺。じゃあ出したの誰だよ。自分たちです。なんで出すんだよ、おめえが。じゃあ、別に変わんないけど、もうちょっと前から、ちょっと話しましょう。もうちょっと前から壁から自分が現れた時から話したいです、僕は。なんだよ。自分はいきなり竹森に手錠され、護送され、ボスの真横にワープさせられました。ほんで？その時から世界線がずれてたと思います、僕は。どうやってんの？どういうこと？僕は真面目に話が終わった後にやればいいじゃねえかよ。じゃあよ。いや、初めてのは竹森です。もう気がついた時にはボスの金庫の前に行って動けなかったんです。だからそれはもう終わったじゃねえか。壁から出してもらったタイミングで。あ、うん、ごめんじゃねえよ、てめえ。マジでてめえは今俺が喋ってんだろうが。あ、そうそう、ケツ向けてんじゃねえよ。どうせ俺が喋ってんだろうがよ。はい、おっしゃる通りです。ほんまにしょうもねえやろ。いい加減にしろよ、ほんま。はい。悪いな、ニート。はい。お前、君と下がっていいって言ってねえけどな。なかったことにしようとして、お前。なんか、過ぎたことにしてる。なかったことにしようとしてんだ。なあ。すいません、終わったかと思って。お前、ほんまに。ほんとに懲らしめたい、お前を。本当に懲らしめたい。どうやったら懲らしむんだろう、君は。一生最低限。もうお前にいろいろ任せようと思ってた私が本当にバカみたいだよ。ねえ、自覚を持てよ、君とす。はい。
お前はちょっと後で話しあるから、もう裏行っとけ、お前の話なんだから。裏で反省しとる、お前。この裏、いや、そしもういい、どこでも。もういいじゃん、そこにいなじゃん、もう。もういいから、もう。正規が送られてるんですけど、私に。じゃあ、まずニートの服装とか用意せんといかんわ。あ、服装、はい、お願いします。だ、普通に仕事の時以外ははい、いいんだけど、うんうん、こう黒スーツを着てるっていうので、なんかその、あ、ギャンなのかなとか、モズなのかなっていうふうに、はい、こう周りの人間が分かるようにした方がいいんだよ、実際。うんうん、うん、そうですね。何かトラブルが起きた時もそうだし、お前誰っていうようになった時に、モズの、まあ、研修を受けてるものですっていう風に言えた方がいいんだよ。はい、うん、まあ、とりあえずその誰かに何か聞かれた時は別に答えんでもいいけど、まあ、はい、答えてもいいし、どっちでもいい、それは任せるわ。おお、わかりました。ただ研修のうちの失敗はだいぶ重たく取るからな。はい、もちろんです、うん、くれぐれも注意しろ。はい、うん、まあ一応そのスーツの仕立てをナノできる？はい、あ、はい、大丈夫です。じゃあ面識はある、ナノと？はい、あります。 EY、 うん、 EY で働いて。ああ、そう。はい、じゃあこの後仕立てだけしてあげて。お願いします。黒だけでいいですか？そうね、まあ黒もそうだけど、なんかそれっぽいニートらしい何かをこう考えてあげて。黒、白、戦闘服はいらないですか？黒、白はいいや。黒とね、戦闘服だけ一回やってあげて。わかりました。で、準備ができたら服屋で私呼んで。はい、わかりました。うん、じゃいいよ。はい、よろしく。はい、ありがとうございます。よろしく、よろしく、お願いします。で、無線とかも共有してあげて。お、無線、はい。あ、でも私今無線持ってないです。なんで？鼻つみでちょっと拳銃と手錠と携帯だけにしてて。無線取られないでしょ、別に。そうか、取らない。あ、なんだろうな、なるべく多く手に持って帰りたい。あ、あ、そっか、手持ちに入れずにってことか。あ、なるほど、ストイックだな。NT？ もしかして自分。あ、そうですよ、これ名前書いてますきね。じゃあそれやるよ。いいんですか？ありがとうございます。藤子にもちょっと状況説明してあげて。あ、聞いてましたよ。あ、ほんと？藤子。あ、これボス落とす。お前の弟、ありがとう。お前の弟どうなってんだよ、ほんまにな。おい。お前の弟どうなってんねんな。はい、はい。お姉ちゃん。はい、はい、はい。ねえ、はい、そうだよね、はい。お姉ちゃんだよね、だってね。はい、そうです。お姉ちゃんが毎回なんかあるたびに叱るって言ってるけど全然治んないんだけど、どうしてかな、お姉ちゃん。すいません、本当に。こんなにお姉ちゃんはしっかりしてんのに、どうしてあの子はあんなにおかしな子なんだろうか、一体。本当にすいません。ねえ、キビトス聞いてるのかしら、キビトス。おい、バカ聞いてるのかしら。ごめんね。私はあんなに素材を毎日集めて、アーマーも今300個になって、サプレッサーもすべて100個以上、うん、すぐに納品できるようにすべてをしているのに、キミトス、こちらにいます。キミトス何してんの、聞きなさい。早く聞きなさい。ごめんね、お姉ちゃん。何してんの、バカ。いや、されたの方が、ただ後輩をちょっとかばったらこうなっちゃったみたいな。かばったの？かばった？いや、普段ならかばった。ちょっとだけですよ。何かばって？いや、だから竹森の。オッケー、わかった。しなしなになってる。竹森がなんだよ。竹森がさっきその壁の向こうに僕をやった時みたいに、来たの？左ボスの横にプン。うん。おかしいでしょ。手錠された僕がボスの目の前に現れる。いや、おかしいよ。おかしいでしょ。うん。でしょ。で、おかしいでしょ。おかしいよ。でそれで、まあでも、まあ可愛い後輩だからと思って黙ってたんです、うん、その場では、うん、そしたらなんかもう本当廊下に立ってなさいみたいなところに飛ばされて、うん、それ私がやったんやな。はい、うん、で反省しました。どんどんしてたやん、壁の中で。お前がいつもやるうるせえやつ、ドンドンってわしが話してんのに、お前だからそこで反省しとれっつってんのに。ねえ、すいません、自力で戻れないか試行錯誤してました。
まあそのどんどんの壁のやつで戻れたことあんのかよ、そういう状況から。どうしたことない。何言ってんだよ。ほんで？すいません。で、まあ、満を持して外に出られたので。竹森が出してたよ。はい。満を持してじゃなくて、竹森がお前を壁の中から出してやってたんだ。ああ、そういうことなんですね。どんどんで出られたかと思って、自分。じゃあ、どんどんで出られたことあんのかよ、今までよ。いや、初めて成功したと思って。で、その僕がその廊下に立たされる原因だったのは竹森だったので、うん、一発分からせてやるかと思って。だからそこやん。なんであのタイミングで一発分からせてやろうと思うの？後でやればいいやん。そうですね、後でやるべきでした。うん。そうだよね。はい。なんでじゃあだからやるんだよって話をしてんだよ、わしはね。はい。はいじゃなくて、それを何、じゃあ後輩を何かばおうとしてどうのこうのって、はい、どういうことなの。最初ずっと黙ってたんですけど、うん、でも、まあ、あの一発で勘弁してやるかと、うん、これ竹森は一緒に怒られないんです。俺覚えてた。お前何外してお前避けるしたすぎる。何を避けてんの。反射的に避ける。避けんなよお前。全くない。避けてんじゃねえよお前。この避けてんじゃねえよお前。すいません。竹森前だろ。よく覚えてないっすよ。こいつ前に覚えてない。なんかその状況はよく覚えてなくてです。何してんのお前。いつもおい。たるんでるぞ。かばいきれてないっすよ先輩。もうお前仲間じゃねえか俺。やばい、嫌われた。